TBS ラジオ金曜ジャンク「バナナマンのバナナムーンゴールド」ポッドキャストですはいお願いしますいや日村さんなんですか設楽さん今終わりましてねええ生放送ね今回はですね我々ねバナナマンこのバナナムーンゴールドでですね現役女芸人最強もうナンバーワンということでね勝手にですねグランプリこれをハリセンボンの近藤春菜にもうね 決定とといううことで、そうでそす。もうそのスペシャルだったら授、ね、賞式ですよね,すね 2>, 2時間やりましたもん引き続きですね、はい、ポッドキャストにですね<ら>残っていただいております、はい、えっとえー、っと はるか。いや、はるな。さんざん言ってたじゃないですか。はるなです。よはるなです。はるなです。間違いやすいですけども。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、もうちょっと怒涛の2時間だったんです。いねあっという間に、本当に。あっという間だった。あっという間でしたね。はい、正直緊張してたんですけど。緊張してんの。はい。嘘だ始まる前。うん。 ちょっとどういう感じか分からなかったああなるほどね褒められるって嫌だもんんかねどうしていいか分かんないもうはい臭いなとかありがたいなとかいろんな感情で言ったら感情があったらそしたらもうそしたらもうずっと褒められてたからなんかちょっと嫌だったやりにくかったからね2時間ねいや褒められたのもう最初だけでえに 心ももててあそばれたお祝いのメッセージも来てたりとかねそうそうそういやいや最後日村からもね手紙来た日村さんからもいただいたしでもね当にあに楽しい2時間だったみたいでメールもすごい頂いてこういうのちょっといいですかねラジオネームファックヘドロから来ました近藤春菜さん はい、あなたは本当に天才ですね、うん、えー、今日は本当に面白い2時間ありがとうございました、うん、夏風に気をつけてこれからも頑張ってくださいうわー嬉しいありがとうございます、はい、えっ、ー、とラジオネームはこれラジオネームがないですかね、うん、えっと、えー、誰かさんですね、うん、ええー、本編すごく面白かったです、うんえー、ポッドキャストでは深い話期待しますはあ<ー>、うん、えー、こちらラジオネーム「パッションハラ」あパッションハラ うん、え皆、ー、さん <laughs> ミスさんつっました、ね、<laughs> 皆さんこんばんは <laughs> 今日の放送春野さんめちゃくちゃ面白かったおおよかったねさすが天才設楽さん、えー、<laughs> 芸人をいじらせたら右に出る人はいませんね <laughs> <laughs> あなたがナンバーワンだありがとうございます結局設楽さん<笑><笑><笑>いやい春野さん面白かったですから そういう見方をするというかねそういうふうに聞いた人ももちろんいるだろうしいいんじゃないですか別にその全部春菜さん達ねそうですね今日ね番組投資でねラジオの方でね一応春菜に対して何でもいいからメールくれってことでそうだけどちょっとやっぱ番組の中で紹介しきれなかったものもありますしこちらでちょっと紹介していきたいなと思うんですけどもはい見てくださいこちらラジオネームかなちゃんえ こう私は、うんえー、NSC に通っていますそうです後輩なんです <laughs> あるアルナさんのツッコミは本当に素晴らしいと思います、ね、<laughs> しんどい時ってどうやって乗り越えてきたんですか体験談などぜひ教えてくださいなるほどほも,もろに後輩だこれ憧、えー、れてる後輩がいるんですよも <laughs> これはまさかそうだろうね養成所でも送ってくるってすごいですねああ で春が出るっつって、やっぱ今日聞いてくれたんじゃない。わーありがとうございます。女の子なんですね。かなちゃんですかね。はい。うん。突っ込みやってるんですかね。すみません。ああ、どうなんですかね。しんどい時って、どうやって乗り越えてきたんですか。えーどうなの。しんどい時、もちろんあるだろうけどね。でもさ、ハリセンボンってさ、ぶっちゃけさ、あの。 NSC 出て、はい、僕で結構割とすぐあのー、売れたというかありがたいことにですね、うん、えっと卒業して2年目で TBS のオーディション番組がありまして、うん、コント番組を作るっていうオーディション番組があって、うん、そこに出させていただいて、うん、それで残って。 そっから、あのー、コントの「テンカラット」っていう番組だったんですけどテンカラット」って覚えてるなうんあのさんが MC やられてた「原石って番組からそっからいろいろちょこちょこ出させていただくようになったんでそうですね2年目ぐらいからちょっとすげえよねすげえね家畜、ねね、の勢いってはこのことだよね,ねもう止まってないんだからそこからそうでしょうずっとでしょ忙しいのも,もうまあいい年ね いや、でも、その、ありがたいのがですね、うん、その時オ折りラジが一緒だったんですよ、ね。折りラジじゅう。折りラジが一個後輩なんですけど、折り、うん、ラジが爆発的な売れ方をしたので、うん、そこに小判ザメのようにうついていったんですよね。うん、なるほど。だから、あまりこう目立つことなくですね、ふわふわと、 ななんとなくいるななみたたいな感じだっやでもさ言ってもやっぱ実力が伴ってなかったらね、はい、うんそこはもう絶対そうなのよ、ねうん、だしあのつ、ー、ま、うんなかったらねまあ女芸人ってくくりって俺ら同じ芸人でもこれリアルに捉えるとちょっとわからない世界な気もすんだけどまたちょっと別じゃない、はい、だけど、はい、あとこうなていうのかなもう 圧倒的な男が多いでしょ、はい、で有利な部分もあると思うもちろん女の芸人さん少ないとか、うん、ただあの不利な部分もいっぱいあって、うん、やっぱ嫌な見方すると女の子が何やったって笑わないよっていう部分っていうのがなんかある気もするし、はいはい、ただそれを乗り越えてきた人が結構やっぱ、うん、女芸人の中でもね、うん、残るわけじゃない。うんはい、ね これで言ってもさ年齢もさ若い人から結構上までをこう網羅しないと出れないわけでしょそんな中で同じ同業者も面白いと思って認めてそれで見てる人も面白いって認められる女の芸人さんって本当少ないと思うし時期もあるかもしれないけどずっと面白いんだもんいやありがたいですねそんな 羨羨ましい羨まししい <laughs> い,やいや逆に言えばですね、うん、結構その質問でもあるんですよ女芸人って大変じゃないとか、うん、女芸人って辛いんじゃないみたいな、うん、私でもあんまり辛いと思ったことがなくてですねその養成所時代から女ってだけで目立つというか逆に、うん、逆に目立てるので、うん、でいやなんて言うんですか 気遣ってやっぱり、うん、あの絶対こう振ってくださって女の子だしねっっ女の子だしっていうか、うんうん、入れないとうん、うん、だから逆にそのあのー、女芸人じゃないかったらここまで来れてないなっていうのはあるんですよね男だったらよかったとか思ったことはないんだいや男だったら、うん、正直あの ちょっとあんまテレビとかも出れてないと思うんですよね。もものすごい埋れると思うんですよもうわかんないけどねこれはもう何の仕事でも共通して言えると思うんだけど俺が思うみんな好かれる人だったりうまくやる人ってのはもちろん実力とか技術とか努力とかあると思うんだけどもうこれはどうしようもない人に与える感じがあのね ハリセンボンとかって嫌な人じゃないなってわかるまずあるかもねうんそうハリセンボン自体がであのこんだけ結構どぎつい言葉使って攻撃してんのに嫌な感じが一個も残んないこれすごいよねこういう人ってあんまいないんでねやっぱそれはすごいよねうん口調は相当悪いじゃん相当口悪いですねネタの時の口調とかいわゆるねなのに それはバカにされたり、いろいろと突っ込まれたり、いじられたりっていうのは多いけど、別にそれをさ、本気で潰そうと思ってみんなやってないのももちろんなわけだし、この嫌な感じがないっていうのは、相当俺は好きだそういう人が。女の芸人の人でもそういう人が好きだし。 はたまたね逆に毒がすごいある人が好きって人ももちろんいるからそれはいろいろだと思うんだけど好き好きはただハリセンボンは俺そういう意味ではすごい,そういう能力だもんねこれはもうどう練習しようがどう身につけようが無理なもんだからねこれは嫌な感じなですねこれは絶対的な武器これは男芸人女芸人とかじゃなくてだと思うけどだから多分下の層から上の層だ芸人でも先輩芸人さんも 一緒に仕事すれば同期ぐらいの人もいれば中堅だ後輩だとも絡んでも別にスタンス変わらずやれるしだって春菜がいきなりさ後輩の前でさすげえ偉そうにするのも想像できないししてもいいけど想像できないし上の人行った時にすげえペコペコさスタイル変えるのも想像できないし見たことないしフラットな状態で全部いけてるねしかもすごいね いやちょっと泣きそうですねあとこれはどうなの最初気づかなかったんだけどさぶっちゃけ今日とかも思わなかった間とか言い方とか天才的じゃないですか一個も間違いないんだよね何なのお笑い能力からいって相当すごいよねごごめんね俺すいでしょ今 ちょっと病気で、なんかかかってるね今。さっきもなんか白緒が、白緒だ。白緒がほっぺの奥の方に付いてたからね。でかいやつが。意外とでかいやつが。なんかついてるよって言ったら白緒だっつってね。取ってきたけどね。ごめんね。大丈夫です。すごいよね。いや、なんですかねあの。なんかあんの自分の中でなんか変わった瞬間とかがあった。やっぱ小さい頃。 にあのー、やっぱり小さい頃から太ってたんですよ、うん、太ってても小6から眼鏡で,、うんうん、でやっぱりまあね言うよねみんなね、はい、太ってたら豚なんだよねはい、うん、そうなんですよそれをあの何ていうんですかねいかにこう自分を傷つけないで、うん、回避するかみたいなことを考えてたのかもしれないですね、うん 普通にその普通にこう受け入れてたらああ私豚なんだって傷ついちゃうじゃないですかそ<の><そ>要はそこの回避の技がこれが身についたってことそうですかねあと、はい、あまあもうこんなざっくりしたあれだけどビジュアルも多分いいんだと思うハリセンも二2人が 2> <laughs> そう真逆ですから、ね、まあ二人のキャラクターもそうだけど意外とさはるかの方が先行してキャラクターは立っててさ悲しんでるだし2回目の今もだけど、はいはい、ただはるなもさ、はい、あのねなんかね、はい、あのポップな感じがするんだろうね。 日村さんもそうなんだけどブサイクでも陰と陽があるって話をよくするんだけど日村さんのブサイクは言っても陽なんだよねはいはいアメリカのモンスターみたいな日本の妖怪って言えば言えるんだけどどっちかっていうと陽な感じの。はいはいはるもさんかイギリスとかドイツの男の子みたいなっていうかさとかあと着てるもんも太ってんだけどんか結構派手な色とか着たりとかさ蛍光色とか多いですね シュレックじゃねえのねだってもう何だね。まあね、そういうね、なんかそういう方語でアメリカの化け物ですから。なんかね、そういうのもすごくような感じね。今となってはみたいなね。そうですね。これなんかね来てますよラジオネームチイチ。はい。近藤さん。はい。女芸人ナンバーワンおめでとうございます。ありがとうございます。私は近藤さんと同じ短大同じ学科の同級生でした。おお。ええ。 と言っても話したことはないのにいいとと思いますうか近藤さんがいた記憶が全くありません、うん、ほら <laughs> 三大時代、えー、同級生だったことを一昨年友達から聞き入学式の写真に近藤さんが写っているのを確認したのに <laughs> それでも思い出せませまん <laughs> 30人くらいの学科なのに覚えてないなんてひどいですよね、はい 本当に申ししし訳ななないいなと思いながら今日まで過ごしてきました、はい、え近藤さんも私のことを覚えてないと思います、うん、でも同級生がバナナマンと一緒にラジオに出ているなんてとても嬉しいです<ー>これからも応援しています頑張ってくださいっていうねまあ嬉しいでしょう、うん、俺らとラジオ出て <laughs> 最終的にやっぱり、ね、<laughs> バナナマンさんっしたらそ ええ。短大行ってたん。いや短大行ってたんですよ私あのー。何何を勉強したの。のあのですね。東方学院。ああ東方学園っていう,あ,ていうあのー、メディアの,、ねのね、いろいろの,のえっと多分切りともって書く方なんですけど。 演劇家の蜷川幸雄さんが学長のほう<ー>なんですけど演劇家とか音楽家があってそういうのなんだでなんかこう演芸人やりたかったんですけど、うん、演劇的なことを学んだ方がいいのかなと思ったんですけどでも演劇家に入る勇気もなく、うん、文化っていう文系の科に入りましてへえー、<laughs> ごめんね今おしゃべってる姿見てたおじさんだね <laughs> <laughs> いや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 ちょっと待ってくださいよごめんごめん,なんご、ね、短大の話してるんですからすごいよね本当にね、うん、<や>短大の話してんのにおじさんに見えてくるってすごいよねい <laughs> そうなっちゃうともう学長の話になっちゃうんで女子大生の話だもんね女子大生の話キャンパスライフの話逆の話でもね今ねこの鼻がおじさんみたいないや鼻は本当に言われますねおじさんの鼻でおじさんっていうかもうニンニクって言われますああ本当だそうかそうかホだあなるほどね鼻にすごい出来もんができなくて今もできてるんですけどあなんかプツプツたぶ そうなんですよあのボッコボコなんですよ実は鼻だけ鼻だけボコボコなんですほっぺと綺麗だもんねそうなんですよそれもう遺伝なんですけどおばあちゃんも鼻ボコボコでお父さん鼻ボコボコで火の鳥みたいな話だ遺伝火の鳥って歴代で鼻がボコボコなっちゃうすすごい年月をかけて呪いなんだけどね いてくれよでもいるより鼻だけボコボコの人って出してるからそれでたぶん芯が残ってるんでしょうねああそれだけ受け継いでるのねそうなんですよ短大の話してたんですよねえそれで演劇みたいなそういうことならまあでも全くせずにですね蜷川さんの授業取れたんですけどそれただ出席して話聞いてるだけだったんですよでもちろん勉強になったんですけど他にはスペイン語やったり イタリア語やったり、うん、なんかそういう全く関係ないことをしまして普通にじゃあその時は何になるとか決めてなかったってことえ芸人になるって決めてたんですけど、うん、ちょっとこうオーディション受けるとか学校行くとか勇気がなくてですね、うん、学生でいられるうちは学生でいようっていうので短大行ったんですよね<ー>でも本当に友達できなくてですね、うんあのー、家から近所だったんで原付きで通ってたんですけどすげえなんか、うん 保険のセールスのおばさんみたいな感じで学校に決おしゃれな原付ですよおしゃれなおしゃれな若者が乗る原付に乗って行ってでも友達できなかったんで授業終わったらすぐ帰るっていう原チャリだからすぐ帰れちゃうんだすぐ帰れちゃうんですよ時間とかも電車時間とかもないんで友達いないんで別に誘われることもなく卒業したの卒業しししまたた年間学校でで勉強てんだそうす それでそっから n s c n c はいるかはどこそうそうはるかどこるのはは NSC からなんですああそうなんですはるかは早稲田大学行って早稲田早稲田なんですよ頭いいんだ一浪して早稲田行ってで芸人の道ですはははは三十はです。は十一じゃん。上なんだ上なんです31なの上なんだよね上なんですよ 31なんですよ春菜はるなが年上に見えるんだよそう見えるんだよねそうなんですよはるなだってもうさ子供六6人ぐらいいるですいやいや大丈夫お腹痛めたことないんですけど彼氏できたことあんのないんです1回もじゃあセックスしたこと本当にないんだ本当にないんですだから怖いんです怖いってのはセックスがはいでもしたいのいやでもしたいですやっぱり でもさぶっちゃ二28ぐらいになるとさちょっとやそっとの感覚とかタイミングでいけなくなるよねそうなるとだってある種そこまでだったらもう選びたいもんね相手はそうなんですなんかその10代の10代のその興味本位のセックスっていうんじゃないじゃないですかもうそうだよねもうなんか大人のもうなにもう最後かもしれない もうねそれ一生そう言っておける人に捧げたいみたいな感覚がもっと強くなるっていうのも分かるでもさぶっちゃけもうこうやってテレビに出てるしねあの意外と春菜人気っていうのはあるじゃないもう意外と言っちゃうのもおかしい話かもしれないけど春菜が好きだっていう男って結構実はいるよね実はあの結構あのお手紙いただいたりとか分かるよ あのただのブスじゃないんだよそうなんだよあの本当にこれはもう別に悪口で今言ったわけじゃなくて <laughs> はい、はい、ブスのカテゴリーに一色胆に入れる女じゃないってことあもうただそうですねあの多分性格だったりテレビこうやって出てるから <laughs> はい、はい、あの可愛い,いって思う人がいるってのは俺わかんのああ<ー>うんうんうんね<え>女の子はまあ可愛いいって言うじゃんうんそういうことでね そうですね。女の子から言われます。可愛いブスなんだそう。そうですね。パク犬みたいな感じなんだ。あ、そうですね。ブサカワというか。まあでも女の子の言う可愛いはまた違いますけどね。いやいや。でも女の子からも可愛いって言われるんじゃない？なんかわかる。メガネ今かけて、メガネ取ったらもっと可愛い。かえるね。ちょっとちょっと取れる。うん。うん。かけてもらっていい？早くないます。すごいね。すごいねってなんだ何？ いや加藤さんにそう本当に見るね。いや俺いつもさわかんねえんだけどあるの見るとさタイ焼き食いたくなんだよ。ああわかるわかるわかる。いやマサトですか。わかんない。さそのわなそのあんこな感じがあんのかな。なんわな感じというか。たい焼き食いたくなんだよ俺。タイ焼き好き？いや好きですけど。何なんですか？何なんですか？わかんない。でもでもわかるもんねこれも。はあ。 言われたことはあるでも前にも言われたことはありますけど大学焼き食いたくなるなって、うん、でも何々したくなるなっていうのも言われることあって、うん、も便宜催してきたとかって言われたことあるんですよ。 あれ一緒じゃない要は本屋さん行ったり DVD 見に行ったりとかって <laughs> あ,<ー>あれって印刷の匂いってい説もあるけど楽しいものが人間いっぱいあると情報を処理しようと思うと嬉しくなっちゃう自分の好きなものがいっぱいあるからあ<ー>そうするとうわーってなって人間っておしっこしたくなったりうんちしたくなるんだって<ー>分かるこの感じだから犬とかもウレションとかあるの感覚に近くて便宜をも様すってるだから本屋さんとか DVD とか自分の好きなものに囲まれた時あそうなんですか確かにそうかもしれないね<あ>で そういう,のもそういう説もある説だ,だからもしかしたら好きな気持ちだったりあ,あ,あとは実家帰ったりお母さんに会ったりするとうんこしたくなるっていうのもあるしああ安心感からだからそういう母性をダイレクトに受け止める男っていうのはそういうのを感じたりもするのかなそういうことだったんですねそれかお腹もなんかお腹というか全体に中にうんこが入ってんだってイメージしちゃうとあうんこしたくなっちゃったって思う人もいるかもしれない。<laughs> え私の中にうん 私の中に全てうんこが入ってるみたいな感覚ってあるじゃない言ったらびっしりでしょだって痩せてるモデルみたいな人見てもこの中にうんこ入ってんだなとかはかなり思わない思えないでもこの中にうんこ入ってんだなってのはすぐ思ういや入ってんのよいやモデルとかの方が便秘がちですからうんこぎっしりですからあん。 のすげえところは分かった返し刀の強さなんだ <laughs> 返し刀 <laughs> うんああこう返し刀が強いんだな多分こうああこれがあこう振りかざす一回切ってから返りが強いだからみんなやられちゃうんだ油断してっから。<laughs> あーなるほどもう来ないだろうみたいなところも、うん、いや来るだろうの威力がすごすぎるんだよ、はい、言葉のチョイスとかそんなにやっぱりいないで、ね、過去にもねいないよ過去にもいないね女子でいないでしょ<ー>こんな人いないねだからナンバーなのーパワーもすごいし、うん ボキャブラリーももちろんだし今回ね、でも俺、いろいろな本当に冷静に見ていろんな番組でね、このもうまざまざとこの実力を見せつけられてね、やべえと、ね春菜が弾けた時はもうみんな指をくわえて見てるしかないっていう、これでも過去ね、何回かのそういう経験、俺実は、ブラマヨが二人で弾けた時もそうなの。 かね。まあそれいっぱいあるない入れない入らないとか有吉とかのもうグラウンドの工房になった有吉ポジションの時とかいろいろあるのそれ誰でもそれって言っても数えるぐらいなわけそこに入ってんのやっぱいやそんなメンツの中にいやそれは過去の人ももちろんたくさんすごい人いるけど今現在に一緒に仕事して同じ道 代というかで見た時ねうわすごいわいいだって面白いんだもん単純にやっぱうん面白いんだよねもう笑っちゃうんだもんそうはいいよねいやありがたいですねそんな多分普通に OL さんとかやってたら本当に暗いと思うんですよ多分 まあねだってあんまりどぎつく言われて味を出してるけどどぎつく言われる機会ないじゃんそうなんじよねこれだから日村さんも俺同じだと思う日村さんってお笑いっていうこの業種がなかったらもうポンコツもいいとかでしかもみんなそこまで言わないから日村さん「おめえブサイクだな」とか言って「うわとか言ったら笑いになってさこれが仕事になってるわけたださ「お前ブサイクだな」も言わないし あ変だなとか思っててもコソコソ言われたりしてそれも気づかないでカッコつけたり普通にやったりしてそれでなんかテレビとかの「ちょっとコメントお願いします」で普通な感じで喋ってスタジオで「こいつ気持ち悪い顔してるな」みたいな言われるのがせいぜい関の山というかねかやっぱこの仕事もう適職というかさ転職っもうホにこの仕事があって良かったなって本当に思うんですよね でもそれがだってやりたかった仕事なわけじゃない、はい、そこまで考えてたその入りたいなと思った時っていうのはさ単純にお笑いが好きってなるけどいや思わなかったその一番最初にそのお,おばさんみたいとか言われたのって、うん、やっぱ養成所入ってからなんですよあ,<ー>あそこまではやっぱ言われないよね。言わ,よね言われないんですよ世間は言わないよね世間は言わないんですよねかだから最初はそこまでその、うん 自分でも薄々気づいてはいたんですけどそこまで言われないよね20代でねかそこそこでねいやいや何言ってんのって感じだったんですけどでもだんだんそのおばさんとかおじさんとかになってきてなんだろうって思ってだから芸人になりたいと思ってたんですけどまさか自分がそんなこういじられるなんてっていうところありましたねなるほどねひどいもんねみんなね ひどいですねその冷静に考えるとひどいよひどいですねその一個お笑いやってますってだけでもうそれだけでもういいでしょっていうバリアもなしっていう大丈夫だバっとけど今ペットウォ手をぶつけるほど振ると思わなかったちょっと距離感わかんないですよねいまだにいいのよいいのよそのバリアなしっていうかこれ本当に何でもでもそれを あ,のありがたいとかおいしいと思える脳がまた、うん、でもそれが早いよ切り替えが早いだってそこから2年後ぐらいにはそれはもう飲み込んでやってたわけでしょ日村さんなんかブサイクを飲み込むまでに結構時間かかって15年ぐらいかかそんなにい,いですかで今現在もこう仕事してるのに年に何回かは戻っちゃうんだからパロンッて言った慶応急降臨みたいな、うん 形状記憶合金かみたいにだから一回日村さんってうん冷静に見つきに一遍ぐらいのこの入るねそうそうワンクールに一回日村さんねちゃんと人間らしいというか2枚目とこのフリパリンって入っていやいや違いますよ日村さんあんたうんこですよってまた形をつけてあげないとあ記憶できないのよだって今日だってさラジオさ始まってすぐおっぱい触られてんじゃんどうなの おっぱい触られるっていうのは、エッチをしたことないのに。そうですね。でも。で、ドラマで乳首とかも、ガーって、つねられてる。はい。もう、それも、もう、オッケーしちゃったんだよね。でもですね、あのー、なん。っていうんですかね。<laughs> おキスはもう。うん もう慣れたもんなんですけどキスはもう <laughs> 結構な場面あるもんねんうそうなんですよねその本当にいろんな芸人さんとしてますから、うん、一般人の方ともしたりとかしてるんで <laughs> キスに関してはもう <laughs> は,あはいはいはいみたいな感じなんですけどおっぱいってそんなにないんですよ今まで設楽さんとかゴリさんとかぐらいおっぱいなかなかないよね なかなかない,、ね、なかなかないおっぱいを見込んでいくっていうのは、はあ、自分ではその触られて平気ですよってしたいんですけど、うん、体がまだハッって,ハッてな,なっちゃうんですよねあ、うん、それがまだな,なんていうんですよななんあ誰かあみたいな <laughs> 感じになっちゃうんでそれはちょっと自分でもダメだなまだダメだ,だ,だなって思ってそういう反応なんか <laughs>、はあ さんみたいな感じになっちゃうんですようん員さんみたいなうん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 逃げるでしょ俺らって別にチンコ触られたらそれは逃げるしやっぱそ日村さん同時ないよ結構チンコ触られい同時るつんだプライベートの日村チンコまではなわけねえだろぐらいもう何もいやいやリアクション取らないんだよ普段のプライベートの日村はね2枚目なんで2枚目なんてチンコ触れて同時ねえのうん えでもさっきの話ちょっと戻るけどさいわゆる恋愛っていう部分に関しては彼氏とか作りたいとは思ってるわけ相方に、ね、はだってできたわけじゃないそうですね,ね、うん、もちろん思ってますね、うん、なんかしてんのそういう活動は、うん、あのー、かやっぱでも合コンとかもやっぱちょっと嫌なんですよねああ嫌なんだ普通に 知り合いたいといたとうか、うん、今まででもないことないでしょ告白されてちょっとご飯食べ行ったりとかっていうさされたわけじゃないんですけどその結構誘われてご飯行ったりとかはあったんですけどご、うんうん、飯行ってあのその人がなんか新車買ったって言って助手席でこう乗って送りますよみたいなで。 もう車中も、うん、今度ディズニーランド行きましょうよとかガンガンに来るわけそうなんですよこの,この車10席女性乗せたのは春菜さん初めてですよとかうん、うん、これ好きなんじゃないのみたいなことあったんですけど突然こうメールが来まして「うん、私事ですが結婚しました」って言って、うん、ええ,え何な,んなんのっていう何なんか 言ってそういう面白だったのか、ね、その人にとってはやなかもしれないですね一般の人その業界じゃなくてで,あのでもスタッフスタッフの方ですねそれか普通友達になりたかっただけでそういうふうにか,な、うん、かもね、うん、かもしんないんですけどかも、ね、かで,でも最初一番最初初日まあロケだったんですけど、うん、ロケで秋葉原だったんですよ、うん、で空き時間があってで じゃあ私ちょっと電気屋さん見てきますみたいな感じで言ったらその人が「僕も行きます」みたいな感じでその人ついてきたんですよ初対面でで行ってでも初対面でそんな喋ることないんで私そんなじゃあゲームコーナー行っていいですかみたいな感じで1人でこうゲーム見てたんですよ見ておいてしてたら「僕ちょっとヘッドホン見たいんで」って言われてあ「はい」っつったら「一緒に来てもらえますか?」みたいな言われて「はい」っつってヘッドホン見に行ってでも私見るもんないんで あのぼーっとしてたんですよ、うん、そしたらその人がどっか行っちゃってな、うんだよと思ってたら「はあはあはあ」はあはあ、って走って帰ってきて、うん、私も見てたゲームソフトを買ってきたんですよえおでこれよかったらなんだそれいやもうなんだそれですよねおかっこいい感じの人その人いや普通にしょっとした方ですねじゃあちょっとはあったんじゃないなんかあったんですかねでその後喫茶店行って「うん、よかったら今度ご飯行きませんか?」って言われて 電話番交換したんんですよ好きなその流れから言ったらねんかでも結婚するっておかしな話だよねいやそうなんですよだから分かんないんですよね謎に包まれたまま聞かなかった最終的にいや聞けないっすねまあでもそういう事実が別にキスされたとかがあったらさいやいや何あれってなるけど今の話聞くと確かにまだどっちなのちょっとは来てる感じあるけど だった決定的一打がないので、うん、なんか言ったところで「いやそんなつもりないですよ」って言われたらそうかそうかそうか終わりなんでえ過去はあんのチョコレートあげバレンタインでチョコレートあげるとかそういうのはやってきてるのちゃんと女の子中学生の時とかですねはやってきてんのやってきましたその辛い経験とかもあんの <laughs> ありますね粉々に砕かれて返されたとかあのー、本当に似たようなことありますおう 中学の時に同じ部活の男の子、うん、バスケ部だったんですけど、うん、同じ部活の男の子にバレンタインデーに、うん、まあチョコ用意して、うん、友達とあげようみたいな感じで朝練終わって、うん、その子がこう教室行こうとしたんでちょっと待ってって言って。うんうん 友達3人と行ったんですよでまず1人目が渡して照れながらおありがと1人1個ずつ持ってんの1人1個ずつ一緒にねかっこいい子だったんだかっこいい子だったんですよで2人目あげて「おありがとう」じゃあ最後私入ってあげたらその場で落とされたんですうわすげえムカつく最悪だ最悪ょラよ最悪って <laughs> かわいいすっい <laughs>、はい、なんでサンのないいやんそんなことしたらさたた友達の女の子だって「何こいつ」ってならなかったのいや「えっ!」ってはなってたんですけどうん、うん、でもやっぱり友達も何とも言えないっていうか。 いやそうかなんか,なんかでもその頃の男,も,、うん、男も男でさ中学ぐらいとかってさ、うん、もらうことが恥ずかしかったり、はい、本当に可愛いかって好きな子からもらったとしてもなんか捨てたりとか「はい、汚いこんなの食えねえ」って男友達に言ったりとかね、はい、結構えぐいよね。

本当に落としたと思われたくなかったんですよなるほどね事故で落として手滑っただ、ね、手滑ったんだよねみたいな感じでおおっつってああもうホワイトデーとか何にもなしですあでももらったその時は落とさなかった2回目は2回目は落とせなかったですねはあやっぱあるんだねやありますねああ地獄だなそんなああそうですねトラウマだよねそんなのあったらねでそう,そういうことをこうなんて言うんでしょうね そういうのを忘れさせようとか別の解釈しようっていうのはあるんですね。っいでもやっぱ気持ちはあんだねそこでいかないじゃん。2回目かき集めて渡すっていうやっぱそういうあるんだねもともとの気質というか一個返しな人たちでも入れるぞっていう気持ちが。そうね 気にしてそうですはあ告白とかももちろんしたことはないのじゃ小6の時に友達伝いで言ってもらったことがあるぐらいですか小6の時も今みたいな感じなのそのもう小6で出来上がりですねもうこの感じなんだはい出来上がったらこのプラモデルはもうペンキも塗られてるし完璧にでも あのグループが可愛い子が多かったんですよ<ー>だから自分のことが見えてなくて小6ぐらいだと、ね、小6ぐらいだと分かってないんですよねだから<ー>その卒業シーズンだとやっぱ告白ブームみたいになるんで私もその子が違う中学行っちゃうんで<ー>告白するわっつって、うん、クラスで一番可愛い子に頼んじゃったんですよ<ー>友達なんで<ー>したらその男の子その女の子のことが好きだったんです好きなんだよう。 もう、ね<え>、はい、おじゃまん虫もいいとこだね。おじゃんまん虫もいいとこです。で、その女の子、後からその男の子の子好きになっちゃった。ああ<ー>、まあ、内緒で。いい内緒で。内緒で。いいことないですよ。内緒で。これはさ、もうさ、あれじゃない、もう。 これ日村さんとかともこういう話も何度もしたことあるけどもうこの業界に入ってんだ入ってるわけだし一発逆転サヨナラホームランを狙うっていう話はあるじゃないこれはもうすげえもう超かっこいい人とかねすげえ金持ちとかそういう人に知り合うチャンスは山ほどあるわけだからそれいくってのはあるよね。そうですねだって 現に先輩でもあるさ森さん中の大島なんてさ言ったらね世間的に見たらさその可愛いジャンルじゃないよね春菜と同じようなジャンルじゃないそれがさ鈴木おさんと結婚されてね鈴木おさんなんてさ言ったらもう超大金持ちでさ才能もすごくてね玉の子しっちゃ玉のこ玉のねまあ大島もすごいけど大島自がすごいけど あの結婚ってやっぱすごかったじゃんすごいですねねで今もものすごい仲いいじゃないですか仲いいね本当に理想の夫婦でそんなに金持ちな感じもそんなに別に出さないしねはい全くでそのいやすごいと思うんですよね交際ゼロ日で でやっぱりその村上さんとか黒澤さんからけしかけられて本当に結婚するって、うん、ほんそれはすごいですよね,ね芸人じゃないとこの人生もあるわけじゃないですか、うん、そっちの方がぶっちゃけ長いから時間的には芸人だけどねいつ<ー>でもそ,、ね、それで<ー>でも今大成功というか本当にいい夫婦でらっしゃるからわ、ね、か,かる、うん それは本当にいいですね理想ですねなんかさどっかアラブとかの王様と結婚したりすればい石油王とかロシアのなんかね大金持ちとかさなんかそういう人捕まえてさ面白くないねいや本当にあのブスに希望を与えたいですねああブスでもここまでできんだみたいなああなるほどね ブスの逆襲みたいな逆襲逆襲のブス逆襲まあブスの逆襲でいいですけどっとね世界にさ名を残すブス10人みたいに入ってほしいねああ結構いるんですね大富豪と結婚みたいなさ世界だもんね世界で10人しかいないって考えたらさそこに入ったら相当でも俺これからだと思うね実は。 は菜まだ28でしょ俺女の人ってさ年を重男がそうなんだと思うんだけど俺はね要はさやっぱもちろん顔よ、このスタイルとか絶対あるよこれはもう申し訳ないけどあるんだけどやっぱ人柄だったりねそういう性格だったりそっちっていうのはかなりどん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 そっちがでかくなるからだから はい、あのこ俺女は40からなんてよく言うのうん、うん、だけど俺これあながち嘘じゃなくて、はい、20代は可愛かったりね、うん、そういうもので、はい、30代で要は人間性を磨いて、うん、いよいよ40からがみんな、うん、用意また新たにスタートした時にここ二20代30代で培った男もそうだと思うんだけど人間力というか、うんはい、そこからの勝負で、はい、美しいっていう見た目だけじゃない戦いが始まった時に。うん <laughs> 好かれる人っていうのが出てくるっていう意味での俺女は40代からとか思うのねだけどでまあそこの年を重ねるごとに、はい、この魅力が増すっていうとこから、うん、今までの時代はほら要はもう顔が可愛い,いとかさ、はい、なんじゃんおっぱいでいけないとかねそんなノリからの、はい、ちょっともう違う本気のそういうラインう、ねうね、だからも,もうね がやってすごいうわでしょうねだってさっきも話したけどさ嫌われる感じじゃない一回もないもんねハリセンボンはみんなそうだけどねこれも多分すげえ言われてると思うけどもう今がおばさんみたいだから絶対この後そんなおばさんならないよねそうそうですねしかももうかわいいババアになっちゃうはい 「えっ50なんですか?」とか逆に言われちゃうぐらいのなりそうだよねそれか「ら50ですよね」って言われるかもしれないけどね50の時そうだねあもう塗装なそうですねそうというかようやく追いついたんじゃないけど分かんないけどねはいそうですね年取ってから若く見られるのはいいですねはい こういうのも来てんだけどこういう話もしちゃいましょうかねラジオネーム「哀愁漂う玉袋」えー設楽さん「ババアたちこんばんは」俺も入っちゃうんだけどさ俺よく「ババア」って言われてくバナナマンと春菜さんに質問ですバナナマンから見た春菜さんのすごいところこれはもう散々言ってますね逆に春菜さんから見たバナナマンのすごいところ教えてくださいこれだからこの今回ちょっとずっと「春菜」「春菜すごい春菜すごい」だけど そう言ってる、はい、もう恋焦がれてる春菜は俺らのことどう見てるのか、うんうん、ちょっとねこれ聞かせてもらって女芸人の人のこの意見って聞いたことはない一、はい、回ぐらいねああいやそのやっぱり大先輩ですし俺らでも大先輩かないや大先輩です同じ同人数字ああまあ数字上っちゃうとねうん、はい 俺か21年目俺個人で言って21だからね俺らバナナまで言て今19年目とか日村さん俺と組む前にちょっとやってたからそう俺ナイさんとかと同期だからねその歴で言った歴だけで言ったね実像時間にしたらもっと全然だけど始めたとこからスタートでいいんだって言うんだったらそう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 十八歳から。うそ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  俺だだってすげ先輩もそうするとね3年ぐらい違うのねだから同じような番組に出るしさ仕事とかもさまあんかねで吉本じゃないから俺らはそう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 吉本は縦のねこれも絶対と思うけど結構東京事務所って結構緩いから緩いからさで同じような時期に出てたりとか明らかに 年が下になると俺らも後輩だなとは思うけど同じぐらいだとみんな同じぐらいな感覚が俺らからすると俺らはね特にライブとか昔から一緒じゃない人とも一緒だもんねそうハリスモンがすげえ後輩なんて思わないからにあそうなんですか全然思わない後輩だとは思うけどすげえ後輩だとは思わない思わないいやそうですねあのいや本当に素晴らしい コンビだと思うんですよ <laughs> いやな,なんかこの流れだとなんかちょっと、うん、なんていうんですかね、うん、やっぱり仲の良さが全面に出てらっしゃるじゃないですか <laughs> あ俺ら、はい、<ー>本当にこうお互いこう大好きな感じが出てらっしゃるのが<ー>すごいこう羨ましいというか <laughs> そういう風に言うんだはい はい。<ー>そういういや本当に真面目に言っていいんですかね <laughs> 真,真面目に聞いてる、ね、全然ねでやっぱそのネタとか拝見してても、うん、ネタね、うん、はい。うん、いや同じ、うん、この発想この二人で出てくるっていうのがすごいなと思うんですよね<ん>同じこと この独特の感じを感じを二人で同じ方向向いてるっていうのが向いてるとはいすごいと思うネタとかのねコントのねぐらいいやいやいやれたいやいやいいや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 いですやいや 芸人にとって本当に憧れなんですよで、どこだっけシュシュ東京都ですそうだ 2>, 2人とも東京なんですよ東京らしくないんだよねそうなんですよ東京っぽくないって言われるんですよ、ねうん、東京らしくないだからその東京なんかやっぱりお笑いって特に吉本だからかもしれないんですけど、ね、その関西っていううん、うんうん いいっぱのある確率されてるからねイメージもありますしでもやっぱ東京出身なので東京のお笑いの方々関東の方々のお笑いっていうのが当にこに大好きでああそういう運河さんがねそのきっかけというかお笑い界に入るのね好きで運河さんがでその なんんていうすその関東の絆みたいなのもあると思うんですよね関東芸人のこの雰囲気というかそれが大好きでこないだの「聞かないと」今「セックス」って言ったと思うんだけど言ったけどやっぱり憧れが出ちゃうそれがセックスになっちゃうのね聞かないと聞かないと出させていただいた時も ももう本当に嬉しかかっったたんですよあねその東京芸人の方東京芸人というか関東の方々ばかりっていうのがすごいなと思ってああ俺でも逆にそんなのは俺ハリセンボンはあんまないと思ってたよあ俺らからするとさやっぱ吉本の人と一緒に仕事する機会もやっぱ多いんだけどあの 気づくと吉本の人がすごい周りがいるっていう状況もすごいあるんね、うんはい。で、あの、そういう中でやってきてるじゃん。うん。あれは。うん、俺らはそういう環境じゃなかったから、ねうん、基本がね。でも、うんうん、あの、そこで、やっぱこっちがまず壁作ってんだよね。 あの関東と関西ってそのそんなに俺ら知らないんだよ実は昔の芸人さんじゃないから大阪行ったら俺らみたいな受けないとか言われてたけど実際は大阪で別に活動してたこともなければまあまあ今となったは何回も行ったことあって確かにちょっとその ななんだろう違うな受け方がとかいうのも経験したこともあるんだけど今となって逆に全国で何かやるときに大阪すげえ盛り上がってくれたりとか逆になったりとかも経験してるからだけどイメージの中で嫌い俺らのことはもう嫌われるから俺らも嫌いだみたいな受け入れてくんないんじゃないかでそれが吉本がそうだみたいなのも生まれてくるわけ今度は。俺らみたいなのは入れてくれないだろう ただ一瞬仕事やってって、はい、個人個人の大阪の芸人さんを知り合いになっていくと、はいうん、嫌な人が一人もいないんですよ、はい、これがね。ほ、はい、うん、これで実際やって、はいあのー、すごくこうそういう場所だったらそういう場所のところなほど、はい、あの大阪の人がいっぱいいるところなほど気使ってくれたり、はい、逆に。 なこういうの大丈夫かみたいな、はい、雰囲気で俺らなんか特に他の事務所だったですからやってくれたりしてそれでその中でそのまあもちろん昔からの知り合いの吉本の人たちはパターンとかもあるけど例えば俺らはそこに入れないかもしれないけどこう一緒になってなんかやろうと思った時おこう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 」みた、はいなのもあったりして。はい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  で俺らは今に至るんだけどそこからのスタートでやってるじゃんはいはいだからあんまりそういうのを感じないで芸人生活をスタートさせてるから今に至ってんじゃないかと思ってたんだよねでもそっか生まれて見てきた環境とかもあるもんねそうですね<ー>生まれて見てきた環境といざ入ってみたら,ら、うん、やっぱその関西っていううん、うん、だ最初大阪に初めて舞台 たたしていただいた時にも本当に一笑いもなかったんですよ。うん、あのだから大阪の人ってあれなんだよね。はい、なんかまあなんつうのまあ全部が全部そうじゃないにしても、ね、まず言われたのがさ標準語のし、うん、時点で見る、うん。はい 見る体制になってくれないな<ー>誰だかわかんねえ若いやつが関東弁で喋って漫才だコントやっても見てくれないって言われたことある。確かにそうかもしれない、うん。ちょっとわかるよね。これだけど受け入れた瞬間からの応援は逆に言うと他よりも熱いんだよね,ね人情味があってね。はいっていうのはわかる。はいだから最初おぎやはぎがそうじゃん。 M−1 大阪9票100分の9だからねだけど今となったらねねあの後からはそうそうそうみんなそういうとかあるよねでもね多分知らない人が何かやってるとなんだよっていうまあもう若干あるもんねそりゃそうだ若手の時と比べたら今の方が全然やりやすいわけだしねうんうんうん 最初は受けなかったんだ大阪行ってる時は、ね、きっと笑いもなかったわけだ、うんうん、コントやってたんですけど、うん、もう途中から、うん、私たちはコントやってるんじゃないって演劇をやってるんだって<笑>,笑いどころを別にありませんって思わないともう心を折れそうで、ね、う本、ん、当大変ですよね、うん、こうやっぱりこうあのー、どう楽しませてくれるんだっていう雰囲気がすごい伝わってきたんですけど やっぱり決まったことしかできなかったのでまあねコンは特にねはい途中の流れとか変えてできないもんね縮とかもできないしだからその時はやっぱ怖かったですね最初の時は怖かったですね大阪がその後に大阪でもやる機会はまだいっぱいあるでしょはい変わっていきましたねやっぱ自分たちも変わっていったと思うんですけどお客さんと距離を縮めようって とかしてたと思うんですけどやっぱ徐々に徐々に応援してくれる人が知ってくるんだよねリアルに声かけてくれる人とか多くなってた時にやっぱバーとこう受け入れてくれるなっていう感じが広がっていったので今じゃ本当にやりやすいですねそうなはい盛り上がってくれますし俺らも避けてたもんね 全国ツアーととかかか大阪やんなっすごい名古屋まで行って福岡行っちゃったりして「絶対チケット売れねえよ」って「やだやだ怖い怖い」っつってでも何回か全国ツアーやってるうちに「大阪ももう行くか」っつって「ちょっと行ってやってみようか」そしたらもう何ならほかよりも一番うまくいってあれっつって何だっつってこっちが勝手に思うんだよね関東の人間。 勝手のとそうねちょ,っとちょっとコンプレックスみたいな感じであると思うんだだってそりゃすげえよだって、うん、東京芸人とか言ってるけど東京で集まって芸人やってる人は、うん、もう全国から集まって東京でやってるだけだから東京純粋に出身のお笑いはハリセンボンとかサマーズさんとかおぎやぎぐらいで、うん、俺らだって埼玉と神奈川だしみんな集まって 関東東みたいにして京だけど関西はねまず大阪とかその周辺だけのここだけで言ったらそれが大阪に集結したのがもう全国対大阪みたいなそうですねそこでのすごいチームワークできるよねとそのそれがすごいことだと思います文化が違うっていうねそうね なんでこの話してるの <laughs> であっバナナマンさんのすごいところをああいう話からそ,、ね、そっからね、はい、<ー>そうですねで関東芸人っていう話になのでうんそうかいいね俺あれ好きなんだよなあの「あっあっあっあ

本当によくわかんない本当にセクハラまったはいそうですねはいはいすげえなすげえそうだないやだか今日本当になんかこうマネージャーさんからあのバナナマンさんのバナナさんまさんのラジオになんか呼ばれてますよんか呼ばれてますよそんな聞き方いや なんかマネージャーさんちゃんとなんか教えてくれないですよねいろんな仕事結構現場で知ることが多いし怖いんですよ、うん、だから今回もあのー、知らねえで来てるんだよ,よ、はい、でもそんな呼んでいただけるなんてありがたいなと思って来てって <laughs> いう感じなんで、うん、しかもねこう夜なのに一人でね、はい、弁慶みたいな弁慶 <laughs> なんかさ <laughs> 弁慶だよお前なんか戦ってね本当だよどんどん勝って刀持ってああ、ね、そうだねかっこいいな一人でこのラジオの前室のところにドサンって出て「<laughs> <laughs> お願いします」っってんだけどもうオーラがすごいすごいなあ、ね、いやー、うん 残っちゃうこんな話はあんましたことないもんね言ってもねそうですねなんかこうそうですね、うん、そうだね確かにないね、はい、芸人の中では誰かと飯食いったりは女の人たちではなんかやったりするんですもうはいあのー、森三中さん友近さんとかとよくご飯行かせていただいて、うんうん、友近さん次で鍋やらせてもらったりとか友近姉さんとそうですね,ね 男の芸人は男の芸人さんはですねそんなないんですけど、うん、あの藤井隆さんとか、うん、河本さんとか、うん、が多いですかね藤井さんとかはあの藤井さんと奥様とお子さんと私でご飯食べさせてもらったりとか<ー>、はい、結構だからアグレッシブだよねそのカラーと仲いいとかさあ ひらりきんさんとかいうとかさ、はい、芸人になってから、うん、あのやっぱでもコンビで<あ>やっぱどっちかがその社交性ないとダメかなみたいなのがあるのかもしれないですねうん<人>もうあのー、<laughs> 人と喋るのがもう嫌なんで美容院も美容師さんに話しかけられるのが嫌なんで、うん、自分で髪切ってますし、うん、自分で切ってん洋服も店員さんに お前がここの服着るんじゃねえよって思われるのが嫌でネットで買ってるんですようわそうな極度なんですよねああなるほどねはあ二人ともだからそういう暗い時代を過ごしてきたからなるほどなるほど半大時代もその友達もできなかったりとかチョコレート渡されて落とされたりとかあの時の自分に声かけたらなんてうでも本当信じよう このまま信じて進めって本当言ってやりたいです大丈夫だよって大丈夫だも楽しいよと楽しいこと待ってるから大丈夫だよってそうだよねだって今やさ日本飛び越えてさもうそんなね韓国の人とかともね芸能界でもすごいそうそうたるメンバーとさ遊んだりねそんななんだからいやホントにんものすごいよ と信じられないですね。今は。ははい。<ー>そのなんか、やっぱ8年やらせていただいて、芸人やってて、こう、慣れた部分もあるんですけど、でもどっかで、やっぱずっと、 すすごごいいいななっってて思るる自分もこれあのさ俺もいまだに思うんだけどさこれだってさ言ったら仕事の部分でやってるのはもちろんいっぱいあるけど結構さこんな楽しく遊んでる感じでお金もらえていいのとかさねで俺もよく思うんだけどさこんな芸能界のいろんな番組あってさそれは呼んでもらうのはありがたいんだけどよし頑張るぞってもちろん思うし。あの いいろろな前向きなことも思うんだけどふと思うとさ誰でもいいじゃんここって思う時は分かるよでも俺が呼ばれてるんだよなってそれはさ何年も前にはさ出てないわけだしこれから先も出るか分かんないんだけど今ここの現状で呼んでくれてるけどでも 待てよと、うん、これ俺じゃなくてもいいんだよなとかすっげえ思う時があるはい。でもね、はい、そんなマイナスなことばっか考えてやってらんないんだけどさんかそういうなんつうの俺ね割とだちょっと何かのタイミングで一個引いて見ちゃう時ある、うん、だからそういうことを思ったりとか「いいのかなこんな感じなのかな」ってとか、はいはい、で最近はもう,もうあんまり思わなくなったけど芸人さんって言われるのがすっげえ恥ずかしくて芸人じゃないよって思う。 俺芸持ってないし芸人さんもっとすごい人もって言うんだからと思ってたけどまあ結構最近は芸人さん芸人さんってすげえ言われ慣れたから芸人な言わなかったよね芸人ってんか恥ずかしくて全然言わなかったねでも恥ずかしいそういう感覚あるよねはいそう相方とか言う人もか相方あるもう恥ずかしいですね相方今でもちょっと恥ずかしい今でもあんま言わない相方は 恥ずかしいですよねそう相方じゃないと思ってるしねの違う違う日さんのことを認めてないとかじゃなくて相方って何って思うわけはいはい相方ってなんかそういうことねもう思いますあとあの分かんないですけどファンの人がっていう方いらっしゃるじゃないですかああファンの方がとかァン。 っていうのも恥ずかしい恥ずかしいっていうかおこがましいっていうかお客お客さんお客さんがとかでファンってその好きってことじゃないですかでそれ好きを認め認めてるっていうか好きなんでしょうみたいな感じがしちゃって上からって感じがしちゃってちょっとなんかこう言えないんですよなんかはいでいい人なんだよねだからいやなんか恥ずかしい。 なんかあります、ね、恥ずかしい言えないこととか。いね、はい。うん、そうやね。はい。これがいいんだよね,ね。それがみんなに分かってるから、すげえこと言っても、別に嫌な感じないんだ、ねうん。こういう人がギャギャい、ぎゃぎゃ言い出すから面白いよね。そう,そうそうそう。でも、やっぱおばあちゃんとか悲しんでますけどね。あ、そうなの。はい。なんで、え、何に対してそれを。やっぱ、あのー。あ<ー>なんだよ、なに。 怒ってるのかなっていう。はるなちゃんは。わかんない。わかんないですよ。怒ってる。ババアなんだね。そうです。そういう感覚がやっぱり。怒ってるって思わない。はるなちゃんは。ニコニコしてた方が絶対いいよって。わわかかるるおばあちゃんだよね。おばあちゃんですね。で、私成人式の写真が。あの、結構、こう、テレビとかに。出てまして。で、そのインパクトがあって。 そのみんなにこう笑ってもらうんですうん、うん、それもおばあちゃんは「なんで笑われるの?」はるなちゃんな,なんか笑われるからあれもう出さないで」って<ー>そうお願いされるのらいつかこう分かってくれないかなっていうのあるんですけどね <laughs> どうすれんだろうねそれはね、はいはい、でも おばあちゃんとか例えば温泉とかさ旅行とか連れて行ったりさプレゼントあげたりねした時にこれはこういうのを仕事としてやってるから今回こういうプレゼントできるんだよとかだからさ俺らとかもねまあ俺ちょっと仕事を飛び越えてるとこもあるのかもしれないけど日村さんを要は責めるじゃんこれをさやっぱさ面白くない人もいるわけよそうなの 新聞と投書されたりするわけ俺が日村をやりすぎだとええでもさじゃそれをストップさせちゃったらね仕事の部分でもやってるわけ俺だってプライベートでもやるかまあでもまあまあ全く休みの日に日村さんち行ってさケ付けったりとかしないもんねここにものすごいドプライベートはないじゃない俺まあほぼ毎日会ったりとかにはい そうういやっぱそのんかね相方同士がしゃべり合うって時ってねやっぱありますよね1個だからそこをさやっぱさ俺の場合直接攻撃だからね結構それはなんか嫌だなって言われちゃうとねもうねそうすると仕事ないっていうかやらなかったらじゃあってねお金がもらえなくなるとかねいろいろあるしねでもそれねうんだよね 役者さんとかでもよくあるじゃん悪い役やるとさそれでもしょうがないのイメージとかそうですよねうんまあ万人に受けるっていうのは無理です無理だねうんどうせんだろうねまあしょうがないしょうがないってことなんだなおばあちゃんでもネタとかは笑うんじゃないの m 1例えば出たりとかだったらそれとも意味がわかんないでも怒ってる意味がわかんない それも怒ってるはるかちゃんいつも怒ってるけどあなたはそうですねテレビ出る時だからね m −だから何も言わねえでニコニコしてるとおばあちゃんいいねっていいねでもおばあちゃんの時代だってほら言ったらお笑いはあるわけじゃないでもやっぱ自分の孫とかになると違うんじゃない違う見方になっちゃうのかなそうですねあっそんな感じなんだね遥かも遥かのお母さんもそう見てなくてどこを見てるかっていうとその

毎回違う話とかないだろ身内から言われると腹立つすね分かるよそんなのみたいな毎回じゃあ新作のそんなのやるっていう見てるもんねそれだけね身内はそうだから身内は見るから追っかけるからあこの話またしたこの話またしたそうなんですよねはいそうなんですあるけどねでも今じゃあったらおばあちゃんに現役

これにこうなんとのあぐらかくっていうのも良くないと思うから第二回も受賞できるようにね頑張ってもらいたいなと思うんでねはいそ,そうですよねうん。やっぱ踏んどし締め直して頑張ってもらいたいなってはい息になるなよ <laughs> っていうことでね <laughs> 急に <laughs> <laughs> いやそうですよあの、はい、本当にねうん。 もうここでだと終わりでしょ<や>この世はもらえたってことがもうこだわりだからそう、うん、<ー>でも連,連覇してもらいたいうん、うん、本当そうだよねあじゃあ今後 2, 2回3回もあるっていうことですかうん、うん、まあ僕ら的にはやっぱり第1回をしてしまったってことはもしかしたらいつか第2回があるんじゃないかと考えちゃうよねああ<ー>やっぱ 最近だったら大久保さんとかももう迫ってきますあいやほんそれはもちろんね、はい、あの森さん中だと持ち帰りといろいろいるわけだしそうですね、うん、今そこを抑えての一位置なわけだから、うんはい、いやそれはすごいことです、ね、ういう連覇してもらいたいと俺は思うしねでもこれいただいてそのなんか影響あるっていうのはないって

ありますよ副賞ですよ水でお餅とコーヒーですかあーそうだね本編の方だねお餅とコーヒーまたってるねラッコーヒーとお餅もあるしクイズで当たりましたからねすごいでしょ相当なんかね区の寄り合いでもらってくれるいやいやいや本当そうですようん。そういうことじゃないじゃんまあまあまあ認めてるんだからまあまあまあ はい、じゃそういう癖あるよなんかそのクレイマーのババみたいな,なんかくれよみたいな <laughs> <う>いやなんかくれよというか大々的に表彰式って言われたらそれは誰だってやっぱちょっと期待しちゃいますよっていうことだけ伝えたかったですよだから第2回第3回があるのであればそこをなんかこうちゃんとしていただけたらいから でなんかソフトに言ってけどなんかくれ的なことってことでしょいやまあまあまあその記念になるものだったりとかはいはいはい、はい、開けてんのにな <laughs> こっちはじゃあ分かりました <laughs> まあ、ね、なんか後味悪くなっちゃったけどさ、はい、<laughs> うんじゃあまあね、はい、頑張ってもらってはい ね。これひいてる空気悪すぎんなこれ何これ終わるよかったいい話したしじゃあ最後はちょっと握手してさお互いお互い言ってもさ頑張ってこうっていうのもあるしそうですねホンに右ばっかりだよポッドキャストでも右ばっかりおっぱいおっぱいおっぱい握手しようと思ったらおっぱいやられたね手じゃなかったのいや手の方が前に出てますから手を超えてるおっぱい ああやきありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましということでポッドキャストも付き合っていただきましたはいえっと近藤え近藤マサやるかだ正サ来てねえわマサ近藤ですじゃねえわ本当にありがとうございましたありがとうございました PBS ラジオジャンクのポッドキャストを聞きいただきありがとうございました。 ジャンクでは番組の一部を有料配信しています「金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールド」の配信日は毎週水曜日夕方6時からですパソコンの場合は TBS ラジオのコンテンツサイトラジコンで携帯の場合は TBS ラジオのモバイルサイトでお聴きいただけます番組が聞けない地域の方や番組を聞き逃したという方ぜひご利用ください